ECP の最新型ポリスカーだ。ビヨンド内では無公害車両しか走行してはいけないことになっているんだ。排気ガスゼロ、電気6、ソーラー4の併用車だ。それでここにはガソリンスタンドがないのか。充電スタンドならあるがな。ホームと違ってバッテリーの重金属回収も徹底されている。ジョナサン、乗れよ。何年ぶりかな、エドの無茶な運転を体験するのは。ホームのスポーツカーとは違う。そんなにスピードは出ん。安心しろ。コンピューターのサポートシステムを搭載した知能カーだ。ちょっとは安心だな。なんだ？あれが最新のパトロールの方法だ。コロニー内をわずか数十分で巡回できる。俺たちはまさに時代遅れだな。さあ、俺たち流の捜査に出かけよう。ジョナサン、タバコはダメだ。禁煙者か。コロニー内での喫煙は禁止なんだ。このタバコは副流煙の出ないもの。肺がんになるのは俺だけです。ここはホームとは違う。ここでの喫煙は立派な犯罪だ。しかも肺を提供するドナーにもなれん。道徳的にも恥じる行為だ。火はつけん。口に加えてるだけだ。しかし、いつからだ。昔は吸わなかったろ。迷惑はかけん。ここにしばらくいればやめられるさ。そうかな。そうさ、必ず吸わなくなる。そのうちな。ここが徳川製薬のビヨンド研究所だ。まずはここから捜査に取り掛かろう。ジョナサン、それじゃあ中に入ろう。ここは徳川製薬の研究開発ビルだ。関係者以外の立ち入りは禁止になっているんだ。悪いが、お引き取り願おうか。BCP の者だが、ここで働いている北条健三のことで話が聞きたい。警察？なんだ、BCP か。俺はここの警備兼受付を任されている斉藤ってもんだ。で、どういう要件だ？この研究所に北条健三という男が勤めてるはずだが。ああ、確かに北条さんならうちの社員だ。何年も前からこの研究所で働いてる。俺なんかよりもずっと古いさ。実は北条氏の捜索願いが出てるんだが。捜索願い？そうか。それじゃあもうオープンなんだ。ん？今なんて？いや、
会社の方から信用問題になるからしばらく様子を見るようにって言われてね。マスコミに騒がれるとまたイメージダウンだからな。ま、早い話がそういうこと。うちほどのグループになるといろいろと妬まれたりするから。それで北条氏はいつから？それがもう3週間にもなるかな。北条さん連絡もなしにぷっつりと来なくなったんだ。それでこっちも困ってるんだ。どうしていいものやら。家族の方からも問い合わせがあるし、会社からは口止めされてるしでね。その北条の研究室、DDS ルームの中を見せてもらいたいんだが、北条の足取りを探りたい。頼む。何か手がかりがあるかもしれん。あんたら無茶言うな。
無茶は承知だ。こいつの言う通りにした方がいいぞ。かえって面倒になる。待ってくれ。面倒はごめんだ。悪いようにはしない。参ったな。参ったんなら入れてくれ。 DDS ルームだけなら構わないが、会社には内緒にしてくれよ。俺はビヨンズなんだ。こんなことが会社にバレたらここで働けなくなる。大丈夫だ、約束する。それじゃあロックを解除するから。さあ DDS ルームだ。北条さんがいなくなった時のままの状態だ。あんまり触らないでくれよ。ああ、それは北条さんが使ってたホワイトボードだよ。あの人几帳面だったからいつもそこに予定を書き込んでいたんだ。これは北条の筆跡か？間違いない、北条さんの字だ。確か北条が消息を絶ったのが15日。予定が書き込んであるぞ。この100の下は日本語か？それはセットだ。15日、K9、100セット、BCCH。BCCH、何の略だ？うちが薬を下ろしてる病院さ。この下の落書きは何だろう？なんかのマークかな？猫の足跡みたいだな。ちょっと待った。K9100 セットだって。K9 ってまだ商品化されていないんだろう。どうして病院に100セットも？新製品は許可が下りた時点で発売までの間にサンプルテストを行うんだよ。テストといっても副作用とかじゃなく、二次的なデータを集めて生産や営業への参考にするためさ。それで100セットっていうのは腑に落ちんな。その病院で確かめてみた方がいいな。そのサンプルはどこで作るんだ？ここの試作工場さ。そこを見せてもらえないか？それは無理だ。
よし、北条の足取りも分かったことだし、失礼しようか、ジョナさん。いいか、くれぐれも会社には内緒にしてくれよ。俺が署内を案内したなんてな。分かってる、助かったよ。いいか、ジョナさん、北条家へ向かうぞ。北条の家か。どうした、ジョナさん。気が進まない。触れてはいけないのかもしれない。ジョナさん、もう片足を突っ込んでるんだ。引っ返さない。はあ、避けては通れん。分かってる。北条家、ロレインの家。ここが北条家らしい。ここにロレインが。娘のカレンがいるはずだ。彼女に話を聞こう。ジョナさん、娘のカレンは BBC の人気キャスターだ。カレン北条、聞いたことがあるだろ。ロレインがそんなこと言ってたな。ニュースキャスター、もしや。彼女はロレインの生き写しだ。ロレインの娘か。いいな、ジョナさん。30年も経っているんだ。お前にとっては3年前のことに思えるかもしれんが、冷静に受け止めるんだぞ。BCP の者です。ちょっとお話を伺いたいのですが。 BCP？ ちょっと待ってください。セキュリティを解除しますから、 ID をカメラに向けてください。こうかな。ロレイン、いや、カレンさん。ええ、カレン北条です。あなたは？ジョナサン・イングラム。あなた、イングラムね。ああ、そうだが。帰って。どうして私たちの家族に付きまとうの？これ以上私たちを苦しめないで。お願いよ。カレンさん、そんな気はない。俺はただ地球でロレインに、君の母親に頼まれたんだ。父親を探し出してほしいって。その母さんもあなたに会いに行ったばっかりに、どうして父や母が。どうしてなの？あなたよ、ジョナサン・イングラム。いつもあなたが原因よ。あなたが母を殺したも同然よ。付きまとうのはやめてください。父は私が探します。帰ってください。カレンさん、あなたはジョナさんを誤解してる。あなたは？私は BCP の風紀課のエド・ブラウン。ジョナさん同様、君の母さんの古い友人だ。ジョナさんがロレインや君たちを苦しめるなんてとんでもない。俺はこいつと古い付き合いだ。こいつのロレインへの気持ちは
誰よりも知っている。知ってるわ。母さんもあなたのことをずっと思ってた。母は父にいくら言われてもあなたの写真いつも持ち歩いていたもの。父さんかわいそうだった。母さんは忘れなければならなかったのよ。そのことで父と母は喧嘩が絶えなかったわ。私はそんな二人を見て育ったのよ。幼い頃からジョナサン・イングラムを恨みながら。知らなかった、すまない。カレンさん、君の気持ちはよくわかる。だがジョナサンを恨むのは間違っている。こいつはつい3年前まで宇宙をさまよっていたんだ。カレンさん、聞いてくれ。君も君の父さんも大変な事件に巻き込まれてるかもしれない。俺は君たちを助けたい。君たちの力になりたい。カレンさん、どうか分かってくれ。分かったわ。うるさくされると迷惑だから。中に入って。ありがたい。さーて、どうしましょう、刑事さん。へえ、内装も素晴らしい。
レインのことは、母の仮葬儀は終わりました。母は友人も少なかったし、私だけの寂しい葬儀でした。遺体は難しいみたい。せめてお骨だけでもって思うんですけど。残念ながらビヨンドへの遺体の持ち込みは許可されないでしょう。父が知ったらどんなに悲しむか。遺留品は。遺留品も無理らしいです。そうですか、お気の毒に。ロレインに君のこと頼むって言われた。そうですか。Thank you.
カレン、この写真。この写真？ロレインとの写真だ。処分は君に任せる。え？どうして？ロレインはここにいる。このビヨンドに生きている。俺のところじゃない。処分は任せる。わかった。おかしいな。音楽が鳴らない。変ね。ほんと、ノイズばかりね。こんにちは。ニュースオーダーの時間です。ビヨンド建設記念日を間近に控えた今日、地球へ帰ろう運動の決起集会が行われました。集会には約1万人以上のリーペイトリエイティストらが徳川ビル前に集まり、 BCP の間に衝突もありましたが、怪我人は出ておりません。 BCP では建設記念日に向けてテロ活動への警戒を呼びかけています。以上、カレン北条がお伝えしました。これも CG ですね。ええ、そうです。私のデータからコンピュータが作り出した本物そっくりの映像です。Thank you.
お嬢さんの部屋を見せてもらえないかな。父の部屋？ああ、書斎なら。書斎があるんですか？ええ。それじゃあ、書斎を見せてもらえますか？どうぞ、こっちです。ここが父の書斎の日本間です。そのカードは？父の ID カードじゃないかしら。それは確か予備のコピーカードです。父は用心深い人でしたから。カレンさん、ちょっとこれ預かってもいいかな？いいですけど、徳川には内緒ですよ。コピーがあったなんて知れたら大変ですから。古来の家紋表です。父はどうしてこんなものを貼っていたんでしょう。家紋の下に大役が書かれているわ。Thank you.
それはロレインの母さんの仏壇。まだホームから遺体が届いてませんけど。遺体をビヨンドへ入れるには手続きが非常に難しいんだ。母さんも日系人だから仏壇に。ロレインが死んだのは俺の責任だ。彼女は助けを求めてきた。俺を頼って。しかし俺は彼女を追い返した。辛かったんだ。でも母さんは幸福だったはずです。あなたに会えて。それが何よりもの慰め。カレンさん、どうも。役に立ちましたよ。カレン、すまなかった。私、真実を知りたい。だから約束してくださる？どんなことが分かっても父に関すること私に隠さないで教えてください。母に代わって依頼料は払います。分かった、約束しよう。しかし金はいらない。この件はロレイン本人から頼まれたものだ。依頼人はロレインと俺本人だ。ジョナサンって呼んでもいいかしら？ああ。ジョナサン、私さっきは言い過ぎたわ。ごめんなさい。カレンさん、ロレインがあんなことになったんだ。あなたも安全とは言えん。何かあればすぐ BCP まで連絡してください。部下を送ります。ありがとう。じゃあカレン。あ、ジョナサン。なんだ？あなたずっとタバコくわえてたわね。こいつは病気なんだ。気に障ったのなら。いえ、母からはそんな話聞いたことないから。大丈夫。このビヨンドにいればやめるさ、きっと。そうね。じゃあ。失礼するよ。ジョナサン、気を落とすな。時間がかかるが、きっと彼女も分かってくれる。だといいが。BCCH へ行って、宝条の担当していた薬局員に話を聞こう。俺は病院と注射は苦手なんだが。俺だってそうだ。患者じゃないんだ。気を楽に行こうぜ。しかし、あの DDS の話からすると、この先注射はなくなるかもしれんぞ。うん。そうなると困るな。どうして？病院を嫌う口実がなくなる。看護婦に甘える口実が減る。たくましいやつだ。